ジュゼッペ・ドルドーニ、ジュゼッペ・ドルドーニは、イタリアの陸上競技選手。1952年ヘルシンキオリンピックの男子 50km 競歩金メダリストで、ある、エミリア・ロマーニャ州、ピアチェンツァ出身。ドルドーニは、1948年、第二次世界大戦後初めて開催された、ロンドンオリンピックの 10km 競歩に出場。トラックで行われた、このレースで、 9位という成績を残す。2年後の1950年には初めてのメジャータイトルであるヨーロッパ選手権の5 0トル競歩を制した。1952年2度目のオリンピックとなるヘルシンキオリンピックに出場。5 0トル競歩で4時間28分08秒のオリンピック新記録で2位のチェコスルバキアのヨゼフ・ドレジャルラを抑え金メダルを獲得した。 1956年3回連続のオリンピックとなるメルボルンオリンピックは 20km 競歩に出場したがトップから3分半余り遅れてゴール9位に終わったドルドーニは最後のオリンピックとなった1960年ローマオリンピックでは再び 50km 競歩に出場しかし7位に終わり入場を逃したありがとうございます